はい、よろしくお願いいたします。あの、本日の皆さん、あの、遅い時間に、こういった貴重な機会をいただきましたありがとうございます。私は、あの、JICA で、今 DX ラボというものを立ち上げて、うん、X ラボ長という立場で、あの、仕事をしています。長野と申します。よろしくお願いいたします。あの、まあ、 これまでですね、あの民間投資を JICA の中では、あの、家族手掛けてきた後、まあ、ここ2年半、3年弱ですね、JICA 全体の DX の推進をリードしてきておりまして、ここ1年ほどですね、あの、 機動的に民間企業様、スタートアップや大企業日本、海外その他全てひっくるめてですね、デジタル企業あ、デジタルテクノロジーを有する企業様との柔軟な競争を実現するための,あのスキームともうも立ち上げておりまして、まあ、今日はその,あの簡単なご紹介を、まあ、10分程度で差し上げたいかというふうに思っています。でまあ、まず、JICA はですね、DX をちょうど他の企業様や組織と 同じかと思いますけれども、コロナ禍の中で DX の推進というのを強く立ち上げておりまして、我、え、々、ーまあ、はデジタルで一人一人が多様な幸せす実現する社会を目指すというところを大きな目標として掲げております。まあ、DX ビジョンは、まあ、あの2022年3月にあの制定をしていまして、私のところでは JICA 全体であの デジタルの利活用を、まあ、我々、今この瞬間、1500兆のプロジェクトを150以上の国でやっていますけれども、あのデジタルの利活用やあの外部、民間企業様等々の外部競争ですね。えー、これを通じて、えーまあ、JICA の ODA 事業をまず変革をすると、ビジネストランスフォーメーションをすると、まあ、それによって、海藻力の社会経済変革を、まあ、インダーストラルトランスフォーメーション、IX と呼んでおりますが、まあ、それによって、一人一人の多様な知らせベルビングをこうあのデジタルの力で実現していくと。 たと,ところを我々としては目指しているところであります。で、あの、まあ、デジタルネイティブで、まあ、競争ネイティブであるというのが一応我々が、まあ、逆にそういうのは、まさにこう我々 JICA のやっている ODA 事業がですね、あの、なかなか今そうなってないということではありますけれども、あの、まあ、そういったものを今一点引き受けて、私のチームのところで、あの、JICA 全体の,の DX シーションをかけていると。 その中で近年、JICA のスタートアップ連携に関しては、様々な取り組みがなされておりまして、これは少し、こち細かなあの資料ですので、あれですけども、特にあのまあ今日スタートアップ様のご登壇とことと、大企業とスタートアップ様のマッチアップということもありますので、様々な民間企業支援というのがあるに、さらに、 ここ2、3年ですね、急速にスタートアップ連携というのもの拡大してきておりますので、簡単に1枚が見つけております。あまあ、シード、アーリー、ミドル、レイターと、横軸で取って、まあ、縦軸で日本企業向け、現地企業向けという形で取っておりまして、まああまあ、今日ご参加の皆さんを含,含めて最もなじみの深いの中小企業、SDG のビジネス支援事業と、我、ま、々、あ、今,今1500社ぐらいですね、ここ10年ぐらいで支援差し上げてますけれども、 まあそういった事業や中南米での翼、あるいはこの、あの、中国のスタートアップ支援、えー、のグミリーフであるとか、アフリカのプロジェクト忍者、今アジア、中南米を展開しておりますが、こういった日本企業向けと現地企業向け様々な、あの、シードからアーリーからミドルレーターまで展開をしておりまして、でその中で、まあ、日本企業向けでもあり、現地企業向けでもあり、特にこのステージこだわらずですね、あの、JICA の DX を、あの、 JICA の ODA 事業と組んだ形で、えー、日本企業や現地第三国企業と連携を進めていくというスキームとして JICADXLAB、うん、というのを立ち上げております。ね、ちょっとあ,のあと5、6分、この内容について簡単にご紹介したいと思います。あのまあ、ちなみにこのジャイカ あーななまあ、何者なんだっていうこあのご参加の方はあまりいらっしゃらないかもしれませんけどもあの、まあ、我々は全世界150カ国で1500兆のプロジェクトをやっておりましてあの毎年毎年人の往来もですねあの1万人兆それこから人を寄せているし我々日本からも1万人兆を出しているし、まあ、事業規模としては今年は2兆5000億円ぐらいを予定しておりますがそうなあの途上国に対するプレゼントを持っているわけでする。 でまあ、これまで先ほど見せたですねあのスタートアップ連携のスキーム、その他、数そのおわれ我々の民間企業との連携のスキームの数多くは、ですね基本的には民間企業様が当事国でこういうことをやりたいというものに対して、我々があが何らかの形でですねあのお金をおあの補助金的にあのお付けをするというようなあのスキームになってございますけれども、まあ、この JICADXLABO はです、ねあのまあ、ここで ODA を開放して DX 強ィーでイノベーションを図っていく。 というふうに書いてありますけれども、まあ、我々も先ほど申し上げた通りあ、ね、あの円借款で今16兆円ぐらいのアセットを持っていて、まああのあのまあ、海外当事者へあの技術協力無償とさまざ、あ、まな案件を我々世界中に持っていますので、その ODA 事業の場をですね、えー、開放することで民間企業様がその国への 展開や新たなイノベーションの所定となるようなことがあり得るんじゃないかという仮説のもとにこのプロジェクトを立ち上げています。まあ、JICA 側がこの我々のプロジェクトと,ともすると ODA 事業であのクローズな環境で、えー あの、ODA の、こう、あの、ユージャルサスペクツの企業様やコンサルタントの皆様と、あの、事業をすることが多いんですけれども、そこを、こう、あの、多様な、あの、デジタル技術を持つパートナーに、こう、開放して、まあ、JICA 側から、明確に、JICA 側というか、プロジェクト側から、こういう課題に対して、こういうデジタル技術で、こういう装備、こういうものをやっていきたいというものを具体的に提示をして、国内外のデジタルパートナー様と、こう、マッチングをして、 案件の中で迅速に POC を実行して、o d 事業の中でうまくいけばそれを実装していくと。まあ、そういうものをこうオントップで乗っけていく仕掛けとして DXLab というものを立ち上げておりまして、今、足元でやつぎ場合にですね、この DXLab の仕掛けに基づくプロジェクトというのをいくつか仕掛けております。 でまあ、いくつかケースがあると分かりやすいかなと思いましたので、まあ、今日うは配布資料にはいろいろなものを載せておりますがあと3分程度で時間の許す限りいくつかご紹介と考えております。まあ、これはあ,の、まあ今日医療系の企業様が4社ご登壇されていましたので、あのこれはインドネシアの。 あの病院のこれ遠隔の目の診療をですね、あのまあ、かいつまんでまあインドネシアって世界3位の失明患者数を持っていまして、眼科医の数も極めて少ないと。まあ、そういう中で JICA はインドネシアの大学病院のほぼあのトップ10校から15校の大学病院、そのすべてに何らかの形で深いあの関係を持っておりますけれども、あの おまあそういったところにですね、あの、まあなんかそういった社会課題があり、在家の,のネットワークの中で、大学病院の方から、あの、眼科、あ の分野での遠隔医療のソリューションが欲しいという声があったこともあってですね、えー、これをこうあのマーケットにソリューションを求めて日本のミタスメディカル様というところを公募で選定をし、まあ、この企業様が、まあ、北澤大学病院と5つの一次医療施設ですね、これをつないだ遠隔眼診デバイスの医師間診断を実施したと。これ右側にあるデバイスですね。で ま、これがうまくいったことがあってですね、あの、北スマート大学のみならず、まあ、ハサノディン大学病院という東部地域全体の医療の中核である大学病院、えっ、ー、と、それと、あと系列のリトアヘキシャの病院といったものを、あの、接続した形で、あの、この POC 自体は、あの、あの、まあ、これまでの我々のネットワークを活用した形で、えー、ある種、 パイロット的に立ち上げたものではありますけれども、それが発展をして、具体的な技術協力のプロジェクトとして今、展開をしています。で、これ、そのまま、ミタスメディカル様が改めて技術協力の中でも受注をしておりまして、今、インドネシアの国内で急速にがん診療のデバイスの展開を図っていると。で、かかでて加えて、まワレレジャイカとしては、インドネシア政府全体の医療に対するアクセス、あの フックもありますので、インドネシア政府の保健医療データ連携基盤ですね、あの、クセハットと今呼んでますけども、これのパイロットとして、そのがん診断デバイスから上がってくるデータを連携するというような形で連携をしたり、あの、インドネシア政府の,あの法規制その他をアドレスをして、こういったデバイスを活用することによる、あの、遠隔の 診療行為というものをインドネシアの中で普及するといったようなことを手掛けています。まあこ,れまあ、こういった形でこう最初にフッと入って、あのうまく回してぐ、具体的に実装としてプロジェクトにつなげると、一つの事例であります。でもう一つはあの、まあ、我々フックがすごいあるものとして、機械の,の人も多いかもしれませんけどこれ、交通分野ですが、我々全世界17の都市であの地下鉄をやっておりまして、その中でもデリメトロはその中で最大ですね。 全長414キロで今、毎日680万人が乗るあの世界最大級のメトロネットワークですけども、このデリーメトロをこれまで30年ぐらい支援をしてきておりますが、データ連携とデジタル技術の活用といったところに関しては、まだまだあの不足しているところがあって、市民の,あのさらに十分な足と公共サービスの提供という観点ではですね、 一方で、こう、マーケットでは、あの、マルチモビリティの a i ×マーズのプレイヤーとか、ラストマイルモビリティプレイヤーなんか出てきている中で、これをどういうふうに、こう、あのー、この巨大な400キロ以上のアセットをですね、民間の企業様に開放して、まあ、JICA としても1兆円ぐらい優勝してきてますけども、あのー、多くの民間企業を巻き込みながら、イノベーションエコシステムを作り、POC をガンガン回しながらですね、えー、このアセットを開放して、それを利用して、えー 新たなサービス展開を図りたいと、民間企業様との連携構築をするということを進めております。で、まあ、そういったあのアプリケーションレイヤーのでの連携に加えて、えーまあ、今インデ、インドではインディアスタックとか、あのーあのー、そ,それのサブスタック,スタックとしての,あのヘルススタックとかアグリス,スタックとか、セクター全体でのデータ連携基盤、えー、およびそのプロトコルの構築というのをやっておりますけども、あのー、インドで初の トランスポートスタック全体の枠組みの構築といったこともやっておりまして、あのまあ、こういったものが構築されると、あのまあ、我々が数兆円かけて、インドで7都市、世界で17都市やってますけども、この都市交通のセクターでのデータ連携と、そこを 点としたイノベーションのエコシステムの構築といったものができるかなと思ってまして、あの具体的な POC いくつかはですね10月に公募を予定してまして、まあ、日本からマーズのプレイヤーとか、ラストマイルモビリティのさまざまなあのイノベーターの人たちとの応募を鑑賞したいというふうに考えております。まあ、あのすいません、時間もあれですのであの、その他配布資料の中にいくつかですね、あのあのまあ、今、 数十動かしてますけども、いくつか目出しとして面白いものを載せておりますので、えー、何かご関心があればですね。おかけ、えーえー、ご連絡いただければというふうに思います。すいません、あの時間もちょっと短い中で、あのさあのちょっと散漫なプレゼンになってしまいましたけど、私の方からは以上です。ありがとうございます。